衝撃デビューのドルーリー朱瑛里、レース前日に関係者が感じていた飛躍の予兆。取材の裏側、現場ノート、レース前に感じた飛躍の予兆とは、全国都道府県対抗女子駅伝、15日、たけびしスタジアム京都発着、9区間 42.195 キロの3区、3キロで、岡山のドルーリー朱瑛里、朱瑛里、津山鶴山中3年が区間新記録の9分02秒をマーク。衝撃デビューに全国の陸上ファンの視線が一点に集中した。大きなストライドに頭がぶれない美しいフォーム。身長は157センチと、大柄とは言えないものの、走る姿は誰よりも迫力満点。トラックの女王で五輪4大会出場の福士加代子さん、40、も、力の伝え方が上から下までしっかりつながっている。本当に理想的な走りでしたねと大絶賛だった。中学世代の全国大会で活躍していたとはいえ、まだ無名に近い存在。しかし、あるチーム関係者は躍進ぶりを確信していた。昨日、14日に競技場で練習をしている時に、実業団や大学生など全世代が集まった。やっぱり動きが一番いいなと思ったのが、ドルーリーだった。その言葉通りのパフォーマンスを都大路で披露。38位でタスキを受け取ると、17人抜きで順位を21位に押し上げた。目標の8分台には惜しくも届かなかったが、今後の自信になる。大きい舞台での駅伝は初めてだったけど、楽しかったですと初々しい表情を浮かべた。昨年の同時期は貧血に苦しんだが、食生活を改善して復調。練習メニューも自ら考え、得意のラストスパートに磨きをかけてきた。田中希、トヨタ自動織機、廣中璃梨佳、日本郵政グループら多くの選手が世界で活躍する昨今の女子陸上界において新たなヒロインの誕生に、同関係者は、日本を代表するような、世界で活躍するような選手になってくれたらと期待を寄せた。ドルーリーの才能は誰もが舌を巻くほど。ただ、まだ15歳の中学生ということは忘れてはならない。周囲がざわつけいる中でも本人は至って冷静だ。高校に行ってもインターハイに出場して、少しでも活躍することが目標です。長距離種目は一つの怪我が選手生命を脅かす危険性を秘めている。だからこそ焦ってはいけない。10年後、この上つかない受け答えがドルーリーの強さの要因だったと。そう記事で紹介できる日まで楽しみに待ちかい。五輪担当、中西たたり太り。中西たたり太り。今までにも将来有望のアスリートは多くいたが、マスコミや周りの期待に潰れた人も少なくない。彼女はこれまで練習メニューや栄養学を自ら学んで行っていたらしいが、強豪高校に進学すると良くも悪くも指導される。それが良いように作用することを願います。できれば岡山の子なので今日譲り館に行ってもらいたいな。都道府県対抗女子駅伝や中学生の大会映像を見ましたが、スケールの大きな走りで将来が楽しみな女子陸上界の期待の星ですね。あとはこれから体も大きくなり、故障しない体づくりも重要だと思うので指導する関係者の皆さんも大変だと思いますが、本人含め頑張ってさらに世界へと羽ばたいてほしいと思います。ご本人が人生をどう考えるかですが、ご自身の人生なので、無責任な大人のノイズに騙されることなく、しっかりと考えてほしいです。そのためには高校でしっかり勉強もしてほしいと思います。無責任な大人はチヤホヤするときはするけど、故障したりして結果が出なければ潮が引くようにいなくなります。勝手な大人の期待、日本陸上界の星と持ち上げられたり、おだてに乗らず、これからの生活も頑張ってください。